今日のニュースはですね、読んでいきます。川崎病似た症状、子供2人死亡、新型コロナ関連は。アメリカニューヨーク州、新型コロナ関連はって感じですかね。ちょっと読んでいきます。これ短いんでね、ちょっとこのニュース記事全部読んでいきます。新型コロナウイルスの感染者が最も多いアメリカニューヨーク州で、全身の血管に炎症が起きる川崎病に似た症状があった子供2人が死亡していたことが分かった。ニューヨーク州のクオモ知事は8日、州内で川崎病に似た症状がある子供73人が確認され、5歳の男の子が7日に死亡したことを明らかにした。クオモ知事新型コロナに関連した合併症で5歳の男の子が死亡した。また州内では別の男の子も川崎病に似た症状で死亡した事例が報告されている。州当局は新型コロナウイルスとの関連を調べるとともに、子供に発熱が続いたりすれば医師に連絡するように呼びかけている。これね、僕はなんで気になったかっていうと、まあ単純にね、あ、なんか子供も新型コロナ関連でやばいことになっていくのかなっていうのもありますけれども、この川崎病っていう名前が僕気になっちゃったんですよ。ちょっとね、話がちょっと趣旨と違うんですけれども、皆さんそう思いません？ニューヨークで今この川崎病に似た症状の子供が2人死んでると。でこれが新型コロナウイルスに関係してるかもしれないってことなんですけれども、このね、川崎病ってまずね、何なのかっていうと、どうもね、これちょっとね、説明していきますかね。この川崎病っていうのはどういうものかっていうと、突然の高熱が数日続き、目や唇の充血、身体の発疹、手首の発火、首リンパ節の膨張など、そういったね、症状がね、起こるんだそうです。だからこれでも、子供がかかる病気なんですかね。やっぱね、乳幼児がかかる。乳幼児がかかるって書いてありますね。乳幼児がかかる発熱性疾患だそうです。これがだから今ニューヨークで73人の子供が感染してるっていう、まあ川崎病に似たっていうところですけれどもね。それで僕はなんでこれ気になったかっていうと、まあ名前ですよね、この川崎病っていう。なんか川崎病っていうから、だから地名のね、神奈川県の川崎病に関係あるのかなと思ってちょっとね、検索してみたんですよ。そしたらね、こう書いてありました。川崎病は川崎富作によって発見された。まあだからね、全然地名とは関係ないですよね。だから神奈川県の川崎市とは何も関係ないっていうね。なんかあれらしいですよ、神奈川県の川崎で昔ね、公害が、川崎公害っていうのがあったらしいんですよ。公害がなんか昔水俣病とかいろんなものあったわけじゃないですか。で川崎公害っていうのがあったから、川崎病って聞くとなんかそれに関係してあるんじゃないか、なんか地名に関係あるんじゃないかって思う人がいるらしくて、でもね、そうじゃなくて、この川崎富作によって発見されたから川崎病って呼ばれてると。でもね、だから日本で発見された病気なんでしょ。日本で日本人が発見した病気、それがだからね、似た症状だけれどもニューヨークでなんか起こってるかもしれないと。でさらに僕ね、ここから気になったんですよ。これね、ニューヨークのクオモ知事が、まあ、記者会見がなんかで、ね、なんか川崎病に似た病気がなんか今ニューヨークの中で出てるんだよ、これが新型コロナウイルスに関係してるかもしれないっていう風に記者会見したわけじゃないですか。これ川崎病って英語でね、どういう風に言われてるんだろうと思って、例えばね、ニューヨーク州のクオモ知事がね、川崎病がとかってね、川崎なんとかって言ったのかなと思って、ちょっと英語でね、なんていうか調べてみたんですよ。そしたらね、こういう風に書いてありました。川崎病は英語で MCLS と略されています。でね、なんか略さなかったら、これね、僕も読めないんですよ。ミューコ、M なんです、M。ミューコキュタネオスリンプノードシンドローム。これで頭文字を取って MCLS と。なんだ、川崎病って呼ばれてないんだと思ったら、そしたらね、川崎病は英語で MCLS と略されています。現在は川崎先生のお名前を取って KD、カッコ、川崎ディシーズと呼ばれることがほとんどです。なんだ、呼ばれてんじゃないかと。まあでも KD って呼ばれてるかもしれないですね。KD だけど、なんで KD かって言ったら、
川崎ディッシーズ、まあ、川崎病ですよね。だからニューヨークのクオモ知事がね、なんか川崎ディッシーズって言ってるかもしれないですね。まあ本当それだけなんですけれども、うん、でもなんかあれですよね、もしこれがだから僕なんかやっぱこのニュース聞いてちょっと思ったのが、今までだからあれじゃないですか、子供はかからないって言われてたじゃないですか、新型コロナウイルスっていうのは。例えばスウェーデンなんかでも、スウェーデンはあれらしいですよね、こう高校と大学はオンラインの授業にしてるんですよね。だから逆に16歳未満の子供たちは普通に通学させてると、要するに若い子はかからないから安全だろうっていうね。まあこれ世界の多分共通認識じゃないですか、若いやつは大丈夫だっていうね。特に子供なんて全然かかりもしないっていう。そしたら今回ね、ニューヨークの話ですけれども、なんかちょっとこれ新型コロナウイルスに関係して、この川崎病に似たような病気にかかっている子供が73人出てきたと。ちょっと心配なニュースですよね。ただこれがなんかじゃあ日本もそうなるかって言ったら、僕はちょっと思ってるのが、ウイルスってね、皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、なんか変異しやすい、なんかマイナーチェンジしやすいっていうか、変異しやすいっていうじゃないですか。だからもしかしたらこれニューヨークって言ったらめちゃくちゃね、すんごいたくさんの感染者が出してることで有名じゃないですか。アメリカってね、今やね一番感染者数が多いし、一番死亡者数を出してる。そしてその中でももう3分の1以上、まあその時にもあるんでしょうけど、一時半分ぐらいの、最近見てないですけれども、半分、それだけね、めちゃくちゃ感染者数も死亡者数も多い世界で見てね、そのアメリカの半分ぐらい、3分の1以上ですよ、3分の1以上、半分未満、半分に近いぐらい、それぐらい出てるのがニューヨークだったんですよ。わかります？すごい数が、世界1位だからやばい都市が、ちょっとやばいって言ったらニューヨークの人に怒られそうだな。ニューヨークの人に怒られそうだけれども、少なくとも数で見たら、もっとだからね、密度的に、もっと密度的にやばいとこあるよっていう人ね、いっぱいいると思うんですけれども、まあ、都市の、都市人口ニューヨーク多いですからね、もうちょっとフォローしておかないとね。とにかく、かなりね、感染者数とか死亡者数が多い都市の一つがニューヨークなんですよね。だから、こう、変異がね、突然というか、まあ変異が、ウイルスの変異が起こってもおかしくないですよね。その結果、子供にもね、何らかの影響を及ぼすことになったかもしれないですけれども、この変異がね、他のところでも出ないでも限らないですからね。だからまあ若い人は大丈夫だったね、若い人は大丈夫だって思ってたかもしれないですけれども、今後ちょっとわからないですよね。だからこれはニューヨークの話だから、ニューヨークで変異しただけだから、まだ変異してるかわかんないですよ、うん、だからニューヨークでもし、でも新型コロナウイルスが変異して、その結果川崎病みたいなね、なんか症状を子供に引き起こしてるんだったら、ニューヨークだから大丈夫って、もしね、ニューヨークのやつが何らかでね、日本に入ってきたらやばいでしょ。そういうのもちょっと頭の片隅にね、だからこう警戒しすぎ、注意しすぎて子供を学校に行かせないっていうのは極端だからやらない方がいいと思うんですけれども、普通にね、学校がもし開くんであればね、開いてるんであれば行かせればいいと思うんですけれども、片隅にはちょっと入れといたらいいかもしれないですよね。そういう症状が出てきたら、いち早くね、子供を守ることができるかもしれないですからね。そんなところです。だからそういうちょっとね、子供がまずくなることも今後ねあり得るかもしれないってことと、まあこの川崎病っていうのはね、まあ英語でもね、川崎ディッシーズだって、うん、ニューヨークのクオモ知事もね、川崎ディッシーズって言ったかもしれないっていうね。それだけです今日は。そんなところです。